ジェフ・ジョーンズはアメリカのコミックブック及び放送作家、映画プロデューサー、TV プロデューサー、DC コミックスの代表取締役で2010年よりチーフクリエイティブオフィサーも兼任している。グリーンランタン、アクアマン、フラッシュ、スーパーマンといった DC キャラクターが活躍する作品に携わり、コミック以外の媒体の活動でも知られる。1973年、 ミシガン州デトロイトにてバーバラとフレッド・ジョーンズの息子として生まれ、グロースポアントやクラークストンの郊外で育ち、クラークストンハイスクールに通った。彼には半分レバノン系の地が流れている。ロサンゼルスにて、ジョーンズはリチャード・ドナー監督の事務所に電話をかけ、研修生になりたいと申し出た。ジョーンズは電話相手をたらい回しにされたが、 最終的に偶然にもドナー本人が電話を取り、研修生として受け入れてもらえることになった。ジョーンズは脚本のコピーの仕事を始め、2ヶ月後にはドナーのプロダクションアシスタントとなり、彼を恩人として仰ぐようになった。ドナーのもとで陰謀のセオリーの制作に携わっていた時、ジョーンズはニューヨークでエディ・バーガン・ザラ・ DC コミックスのスタッフと出会い、 幼少期のコミックへの情熱が再燃する。バーガンザはジョーンズオフィスへのツアーに招く。その際、新しいアイデアを提案する機会を与えたられた、ジョーンズは、スター・スパングルド・キッド2世と彼女の養父の物語を描く、コミックシリーズ、スターズ &STRIPE を作成し、1年後に、編集者のチャック・キムに提出する。JSA の制作に取り組んでいたデビッド・エス・ゴイヤーや、 ジェームズ・ロビンソンと出会うまでの間、ジョーンズはコミックを副業として続けていくものと考えていた。ところが、スターズ &STRIPE を読んだ、ロビンソンから2000年に JSA の共同執筆を依頼され、ロビンソン、マイク・カーリンと一緒に作家としてクレジットされたことにより、コミック産業の道を進むことになった。同年、ジョーンズは164より、フラッシュ、 オンゴーイングシリーズのレギュラー作家となる。フラッシュ制作中、ジョーンズは自身の故郷をモデルにした様々な要素を作中に反映させた。本人曰くフラッシュを書いていた時、私はキーストーンシティをデトロイトとみなし自動車の街にした。私のキャラクターの多くをデトロイト出身なんだ。私は独力で立身したブルーカラーのヒーローこそ、 デトロイトの象徴だと思う。ウォリー・ウェスト・バン・フラッシュもその一人だ。私はこの街や住人からインスピレーションを得て本の中にも取り入れたんだ。ジョーンズは225までフラッシュに携わった。2000年、ジョーンズはベン・ラーブと共同でリミテッドシリーズビースとボーイを執筆。2002年にはパスカル・フェリーと組んで スーパーマンのリターンツークリプトンストーリーアークを手掛けた。また、マーベルコミックスのために、ザ・アベンジャーズボリューム357から76、アベンジャーズ・アイコンズ、ザ・ビジョン1から4を制作した後、ジョーンズは、ホークマンとティーン・タイタンズのリランチを監督した。2005年、ジョーンズは、グリーン・ランタン、リバース・リミテッドシリーズの作家を務め、その後は、グリーン・ランタン、 オンゴーイングシリーズの作家となり、ハル・ジョーダン、グリーン・ランタンの復活を描いた。また、2005年から翌年にかけ、ジョーンズは1985年の、クライシス・オ・インフィニット・アースの続化編となる、インフィニット・クライシス・クロス・オーバーを手掛けた。その後、ジョーンズは、マーク・ウェイド、グラント・モリソン、グレッグ・ルッカと共に2006から2007年の、週刊シリーズ、52に取り組む。 2006年、ジョーンズは、カートビューシークと共同執筆で、スーパーマニア、アクションコミックスのストーリーアークである、アップ、アップアウェイを手掛けた。また、恩師であるドナー監督ともタッグを組み、ドナーの共同執筆のもと、ラスト3を制作した。ジョーンズが携わったこの時期の他の作品として、デール・イーグル・シャムと組んだ、ジャスティス・ソサイティオブ・アメリカボリューム3。 ジェフカッツと共に立ち上げたブースターゴールドボリュームに極めて高い評価を得たグリーンランタンのサネストロー・コープス・ウォー、シェイン・デイビスと組んだファイナル・クライシスのワンショットレイジ・オブ・ザ・レッド・ランターンズなどがありアクションコミックスではスーパーマンの育て親、ジョナサン・ケントの死を描くブレイニアックストーリーラインやスーパーマンのオリジンを書き直すスーパーマン シークレットオリジンをゲイリー・フランクと共に制作した。ザニュー52の一部として書いたタイトルの一つである、アクアマンのフンコビニールフィギュアを掲げて2010年2月18日、DC エンターテイメントのダイアン・ネルソン社長は、ジョーンズをチーフクリエイティブオフィサーに指名した。ジョーンズはこの役職が、執筆活動に影響することはないと発言しており、就任後に、ピーター・トマッシュと共同で、 ブライテストでクロスオーバーを手掛けている。2010年のインタビューにおいて、ジョーンズは一緒に仕事をしたいアーティストとして、スティーブ・マクニー分の名を挙げ、現在お気に入りのオンゴーイングシリーズは、J. マイケル・ストラジンスキーの、そうで、オールタイムのお気に入りは前後を収集している、フラッシュだと回答した。2011年9月、ジョーンズが手掛けたミニシリーズ、 フラッシュポイントクロスオーバーの完結後、DC コミックスは、ニュー52と呼ばれる DC ユニバースの大規模、リランチを行った。DC は、すべてのスーパーヒーローコミックのタイトルを一度キャンセルし、新しいタイムラインに属す52の新シリーズを、1から、スタートさせた。ジョーンズとアーティスト兼編集者のジムリーは、ニュー52のジャスティスリーグを手掛け、新タイムラインにおける、 ヒーローチームのオリジンを描いた。この他、ジョーンズはジャスティスリーグのシャザム関連ストーリーやリランチされたアクアマンやグリーンランタンにも取り組んでいる。ジョーンズはバットマンのオリジンを描くパラレルワールド作品バットマン、アースワンでゲイリー・フランクと再び共演した。2013年、ジョーンズは9年にわたって取り組んできた。 グリーンランタンの作家をニュー52-20で終えた。2016年、ワーナーブラザースはジョーンズが DC エンターテイメントの代表取締役に就任したことを認めたが、彼はこの役職も兼任し、ネルソン社長の下で活動している。DC コミックの映画プロジェクトを宣伝するために2017年のワンダーコンで講演するジョーンズ2011年、ジョーンズは マーティン・キャンベル監督、ライアン・レイノルズ主演の映画、グリーン・ランタンで、共同制作とクリエイティブコンサルタントを務めた。ありがとうございます。